君は昨日からここで働いている。尾上です。ダメですよ、夜更かしは。あの子を担当から外してくれないかしら。あの子が来るとなんか空気がよどむっていうか。この病院昔から怪談話が多かったよな。そんなのただの噂話ですよ。急病棟がお化け屋敷って呼ばれたの知ってたんだから、幻覚を見てもおかしなことじゃない。どうして急病棟はあのままで壊したりしないんですか。しっかりしなさい。お化けが怖くてナースができるか。ありふされた風だけど